マリベル・ドミンゲス・カステランは、メキシコ合衆国メキシコシティ出身の元女子サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード。マリゴールの愛称でも知られている。メキシコシティ内のチャルコ地区で生まれ育った。周囲でサッカーをしていたのは、ほとんどが男性ばかりという環境で、ドミンゲスは男の子のふりをして、サッカーに打ち込んだ。2002年に渡米し、カンザスシティミスティックスに入団。17ゴールを挙げ、得点ランキング2位に食い込み、この年度のリーグ最優秀選手にも輝いた。同年より代表に選出されるようになり、月開催のコンカカーフ女子ゴールドカップに出場し、3位の成績を収めた。翌2003年、アトランタビートに移籍。同年には2003FIFA女子ワールドカップの大陸間プレーオフに代表選手の一人として出場したが、本大会への出場はならなかった。しかし2004年開催のアテネオリンピックには出場することができた。この大会でメキシコ代表は1次リーグを突破して決勝トーナメントに進出した。この時の活躍を目にしたアトレティコ・セラーヤのフロントより2年契約を提示された。前代未聞のオファーに際してメキシコサッカー連盟は容認との意見を出したが、FIFA は男子サッカーと女子サッカーは明確な区分けがなされなければならないという声明を発表したため、ドミンゲスのセラーヤ入りは実現しなかった。2005年、ドミンゲスは FC バルセロナフェメニへ入団し、スーペルリーガエスパニョーラでプレーすることとなった。同年1月30日に AD トレホン CF 戦でデビュー。その試合でハットトリックを達成した。当時のバルセロナは最下位に位置し、ナショナルリーガへ降格するかどうかの瀬戸際にあったが、トレホン戦で5-0で勝利したことがきっかけで、最下位を脱出し、シーズン終了時には、スーペルリーガ残留を勝ち取ることができた。同年度の FIFA 年間最優秀選手女子部門へも、ノミネートされた。にもかかわらず、2006年、バルセロナは、ドミンゲスとの契約を更新しないことを選んだ。アトレティコ・マドリード・フェメニーノへの入団の可能性もあったが、ドミンゲスはスーペルリーガのクラブではなく、ナショナルリーガのウエレスタルティを移籍先に選んだ。約半年もの間無所属であったものの、合流してから22得点を挙げ、クラブのスーペルリーガ昇格を後押しした。スーペルリーガに参入した2007から8年度も、合計で15得点を挙げている。ありがとうございます。